よし、どれも避けようはしない。あ、それ知ってます。一度も作ってみたら。たとえば。まあ、帰るの。もう一曲でお願いしますけど、そのドアあれだ。あ、なんだろう。これ。刺身、刺身。おっと、これはいいんじゃないかい。ありがとう。大きい。すごい。あ、大きい。ありがとうございます。大きい。カツオとマダイとマダコとホタルイカとサーモンと、マグロが2種類ある。ねえ、止まらないアーマハって歌知ってるよね。矢沢ゆきさんの。知らない。知らない。マジか。マグロだよ。いや、そういう問題なの。トバルトスってところやってないから。頭でしょうか、バリバリの前に頭でしょ。マグル、無理無理無理。長渕さんとか、ちょっと待って、マグルだよ。マグルだから、マグルだから、下に俺の親父の歌とかトバとかね。いや、ちょっと無駄聞いてる。海だよ、海。北島三郎さんの北の漁は知ってる。ちょっと分かんないですね。いや、これ日本人じゃないですか。これ日本人じゃないですか。マリーさん、よし、どれも避けようはしない。あ、それ知ってます。ご飯、一力してみたけど、はい、一力してみたけど、たとえば、ね、そっか、結構狭いんだな。まあね、地元だからね。ハンボイスやる人だから。違うから。最初から早く醤油持ってこい。せっせっせ。ありがとうございます。ありがとう、すいません。知らないんだ、もうね。知らない。ね、一緒ある。何なんだよ。ね、そういう。うまそうじゃん。マグロだから。今、YOASOBIとか、Ado ちゃんとか好きなんですか？ YOASOBI？ 知らないな。YOASOBI とか、アメリカ。あ、そこに知らないんだ。バイデンさんから。バイデンさんから、あれ、招待された。そうでしょ？そうよ。ね。すごい。ホタルイカ。ホタルイカ、俺大好きなの。アメリカでなんかこういう人もやりますね。おおおお。ね、ね、ね、ママ、今年ね、今年豊作なんだよ。そうそう、ホタルイカ。ホタルイカ。うん。すごい。どうやって取れるか知ってるよ。富山。あ、今来てる？今来ましたよ。おお、いいね。これと、白い。うん。あ、最高だわ。ホタテ、ホタテもあるよ。ホッキスキマグロが2種類あります。ちょっとそう。あ、トロだよ。そこでしょ、ここ。やっぱり。赤身は。赤身は。カツオ。これはブリ。これがカツオ。あ、これが、これが2種類。なんだろう。脳天かな。筋や、筋。筋。筋。これなんだ。筋食ってる。これでマグロだよな。ノーテじゃん。あ、大トロのツインドだよ。うん。大トロね。あ、お酒が増えた。ん？お酒。あ、そうだけど。だーだ。あ、ちゅ。おいしい。うん。テレビ見る限り、本当に外国人が多いよね。おー、いそうだね。めちゃくちゃ来たんだね。お、新幹線すごかったよ。あ、そうだったよね。うん。外国人ばっかり。本当ね。日本と外国人ってでかいね、体が。ここは日本かな。そうそうそう。あれ、つっても太ももでも。でかいわ。全然みんな口々に違う話してる。なーよ、人の話聞かない。ハワイはしてない。ハワイでな。え？ハワイで。ハワイに飛んだの？ハワイで。ハワイで、こっちは嫁とこっちだったの。ね、ちょっと疲れて座ってたら、向こうからね、後ろ向きに歩いてくる人がいるんだよ。後ろ向き、後ろ向き。よく見たら後ろ向きじゃねえんだよね。え？だからお腹もこうだし、背中もこうだ。ああ、あの、現地の人。全体的に。前後ろが分かんないじゃん。分かんないよ、太ってる人いる。いるのよ、そういう人。と、でも、太っててもいいし、別に痩せてもいいんだけど、どうなんだ、あそこまでになると、普通の人で、やっぱり僕は体も良くねえんじゃねえか。いや、構えないよくないよ。と思うぐらいにさ、
いるの多いよね。多い。びっくりするぐらい、やっぱり大きさが違うね、感覚が。なんかさ、10代までは、細くてさ、もう18超えた途端に、バーンってくるよね。あ、ロシアの選手もそうだよね。ね。そう、人形さんみたい。そう、あれ、どこ行ったんだ。やっぱチームだと。どこ行ったんだろう。どこにも行ってないんだろう。どこ行ったんだろう、選手が表現するみたいな。やっぱり、冬を越さなきゃいけない。そうそう、あれ、寒い国だからさ。ね。いっそよ。うちも青森。ね。寒い国だよ。だから、青森はどう？あの、すっごい太ったおばちゃんとか。青森レディーはどうなの？いや、いいよ。いや、そうだもん。一番に行けばいいね。一番に行けばいい。青森。もう、すごい働く母さんが。大丈夫？大丈夫？こいつ。青森どうなの？青森レディーは青森レディー。ありがとうございます。青森レディーでしょ、だって。なんかおしゃれに喋ろうとするからさ。普通にいいやつで、青森レディーをこれから使わせてもらう。青森レディー、女性の方はあと言うように、青森レディーってここを使わせてもらう。香西かおりは、悪いけど、あの、良い食だしない。そうそう。ないない。できない、できない。あの、決してできないで。青森レディーと見た？青森レディーって言ってくれてんだよ。おめえのこと、おめえのことだ。え？それからね、めっこや青森レディは。くっちゃりくっちゃりついてるじゃん。すいません、誰に言ってるんですか？ね。くっちゃりだけど。とにかくね、食べ物もすごいよね。胃が大きいんだよね。食べる量。いや、だってさ、男も女の人も。量すごいじゃん。うん、すごいよ。あの、販売機の缶ジュースだって。そう。カンディースもそうだけど、コカ・コーラだな。みんな M だもんね。ハワイで頼むじゃん、砂浜で。女で帰ってくるじゃん。そこにアイスクリームなんか入れようとしたら、変だよ。4つも5つもこんなだ。あの、ハッピーアワーのメガハイボールだ。そうそうそう。普通に。ステーキが早くてさ、とりあえず、ステーキが来る前に、ポテト。あ、そうそう。これがね、これがこれが。バターがぶっ切っちゃって、バターがブロッコボコボコって入って、その後にステーキ。ステーキ。もうステーキが食えねえもん。この後にパン、すごいね。この後にパンだから。パンだ。バターで。そうそうそう。この後ステーキだから。ステーキのジャーマンポテトが入ってる。俺がね、一番あの疑問に思ってるのは、あの、パンペ、パンケーキ。パンケーキじゃないから、あの、パンケーキ。パンケーキ。超有名なパン屋の店があって、そこからお台場とか、進出して出してんだけど、パンケーキがね、こんな来るわ。そう。あるよ。それでバナナが一本あって、持って、はい。これで1万5000ドル。ええ。俺、びっくりしたね。朝ペイで、朝ペイ、もっと今高い。並んでるの。お前ら寄せに来て朝テクやもんなのって話で、評判を呼んでるから、確かにちょっと行ってみたいなっていう気持ちはあるの。またよく知ってんだ。なんだろう、えちゃんが2人で。え？えちゃんですか。なんだろう。えちゃんとパスイクもいたね。パッチもいたね。なんでうちでいつもあの、しゃげていたと言えばいいのに。しゃげていたと言えばいいのに。しゃげていたと言えばいいのに。見せ込んだからです。いや、もう、いや、ちょっと、いや、でもコーヒーも何もかもやる。シェラトンで2階でさ、吉野店がガーッとそこでニラハムやったんだけど、あれがあったらね、あさてがなかった。この人だけシラフです。2階の、あさて食うと、お店、部屋につけるじゃん。今日は
長がオーナーが売られてますんで2回に1回はパワーにしてくるから、いいですね。いやいや、それはせせそのことせんでって、ね、でもね、でもね、1週間やってね、1週間やって5日間紅じゃけど焼いた定食それしか食わない。とんでく好きなんだ。朝で気を下げ食ったから、うん、今日なんかサバとか味とかなんかないのかじゃなくて、ある毎日鮭。鮭が好きなんだ。あれもアラスカで取ると安いな。パンケーキどこ行ったの？パンケーキ。Amen.